ロバート・ジェイ・スミス・ダスは、アメリカ合衆国の盲ろ者、活動家、教育者、著作家。パーキンス盲学校、セント・ジョーンズ大学卒業、ニューヨーク大学で修士号を取得、博士号授与。ニューヨーク市盲人に演算所の副所長、ペンシルベニア州アレゲニー郡ブレントウッドに生まれる。5歳児の急性熱疾患で視力及び聴力を失い盲ろ者となる。6歳の夏、 フィッツバーグの西ペンシルバニア盲学校の寮へ入る。幼稚部の初担任メリーキャサリン・クレアに、展示の読み、打ち方を教わる。小学5年半ばに学校が変わり、パーキンス盲学校の旧憩生となる。14歳で、スミス・ダスより2歳下のレオナルド・ダウディと会い、親友となる。ローラ・ブリッジマンについて聞かされ、男子部のブリッジマン寮が彼女を記念して名付けられたと、知る。 ブラインで穴図書館にて彼女の脳の石膏モデルや刺繍、一生を語る本を見つける。モーろう部部長のイネズビーホールに、たどましきぶれ和法を教わる。1945年6月、パーキンス毛学校を卒業、20歳。1945年9月、IHB に入所する。同年9月、ヘレン・ケラーに会い、激励される。セント・ジョーンズ大学へ入学。 1969年から2009年までアメリカ国立ヘレンケラセンターで地域社会教育管理者を務める。ありがとうございます。